はい、じゃあ今日は市川文康から行きましょう。二日目はあと市川文康と富澤洋平くんだけですけど、富澤洋平くんまた最後らへんになっちゃったな。まあまあやっていきましょう。また電話が鳴った。今度は違う相手だった。受話器を取ると息を切らした男の声が耳に飛び込んできた。田中です。やりましたよ。契約成立です。大至急クッテヤセール4000年ドリームパックを持ってきてください。番号も間違いです。こちらはクッテフトール葬儀者です。ノリいいよな。葬儀。どんなに冴えない一生を送った人間でも主役になれる瞬間がある。それは自分の葬儀。冠婚葬祭も生まれた時と、なんだっけ、親戚が集まってくれるのはなんか生まれた時と死ぬ時だ、みたいな。あと結婚式、みたいな話ね。私は受話器を置いた。まあ、結婚できなくても、お葬式はみんな来てくれるかな。来てくれる人もいるかな。精神は落ち着いている。私はすべての雑念をかなぐり捨ててモニターに向かった。今夜こそ夢ではない。いや、あれも夢ではなかったのだろう。それが証拠に、昨夜の傑作は今もこうして私のこの頭の中にある。邪悪な犯人、敵が何者であろうと、私の中の記憶まで消し去ることはできない。今夜再び傑作が生まれようとしているのだ。いや、私の傑作が再生されようとしているのだ。頭の中にある消された作品は今や下書きのようなものだ。私は下書きを遂行しながらこうして完成形へ持っていく。ゾクゾクする興奮が、身内に、から、心内、身内に湧き起こり、私の五体を駆け抜ける。嬉しそう。ああ、昨夜よりいい作品が生まれようとしている。まあ、もう一回書いたら遂行を重ねていい表現になったりするかもしれん。私はそれを実感した。この至福感は物書きでなければ味わえぬ妙理だ。全身に鳥肌が立ち、内面に滑らかなうねりが生じ、心中に湧き水のような歓喜が湧き起こる。嬉しそうな段感。獣は恐怖を読む。そして獲物を襲う。はい。タイトルね。あら、あっさり。もう続いたらもうずっと書いちゃうんだ。まあ次の日の朝が問題なんだよな、市川文康は。じゃあ洋平くん行きましょう。あ、ここだわ。ここだここだ。一日先週だ。よーし。言うて、富澤洋平くんももう8時40分なんですよね。なんだっけあの子。アミ。アミの家に行ったところよ。あれ？ここ、誰かの家じゃない？あれどっちだろう？あれ？あ、てか、そうか、ヨシコの時に出てた。アミの部屋はアパートの2階にあった。どうぞ。うん。アミは先に上がると急いで部屋に干してあった洗濯物を片付けて戻ってきた。どうぞ上がってください。お邪魔します。洋平は腹を決めて靴を脱いだ。どんな部屋かな？玄関を入って右手にキッチンがある。わ、大きいね、冷蔵庫。料理が好きでついいろんなものを買い込んじゃうんです。確かに一人暮らしにしてはでかい冷蔵庫。一人じゃ食べきれないんじゃない？ええ、でも、もうすぐ一人じゃなくなるから。てんてんてん。あ、綺麗な部屋だね。わあ、この部屋にこの机と椅子を置いちゃう感じね。いや、私だったら絶対こたつ置いちゃうけど、でもこたつってすごい圧迫感あるのよね。綺麗な部屋だよね。見るとこの隣にももう一つ部屋があった。そっちも小さな感じだった。散らかってると落ち着かないんです。だが手前のテーブルには毛糸玉や網棒の入ったカゴと数冊の本がバラバラと置いてある。やだ、そうでもなかったですね。どうぞ好きなとこに座ってください。編み物も好きなのね。編み物と料理好きな家庭的な女だね、アミは。洋平はなんだか落ち着かず窓際へ行く。え、怖くなってきた。あ、それ踏まないで。え？洋平の足の下に小さなぬいぐるみが転がっている。私のお人形。へえ、自分で作ったんだ。洋平はそれを拾い上げた。あ、怖い。男の子の人形で緑山学院高校に似た制服が着せてある。
エンブレムまでつけていて、そこには Y とあった。え、なんで顔に傷あんの？え？ふふ、結構似てると思うんですけど。そうね。寂しい時はその子にいつも話しかけてました。やだー！霊魂宿ってそう。ん？ここのところにほころびの縫い跡がある。ここ破けちゃったんだ。あ、それ前にハサミで。え？実は、ずっと会えなかった時に富澤くんが知らない人と結婚する夢を見て、目が覚めたんです。そしたら発作的にブスリって。メンヘラだったやはり。すぐに縫い合わせたんだけど、ごめんなさい。傭兵は背筋に冷たいものが走った。座ってください。うん。コーヒーでいいですか？いや、別に何もいらないよ。すぐですから。盛られる。アミは嬉しそうに戸棚の奥からペアのコーヒーカップを出してきた。これ、今初めて使うんです。ああ、ここでようやく傭兵は本来の目的を思い出した。え、ポケットから妊娠検査薬の入った紙袋を取り出す。あのさ、はい？うん、いい山だ。とりあえず他の話題を探す。わあ、時代。さっきアミが脇に置いた本を手に取った。フラワーアレンジメントか。へえ、ちゃんと勉強してるんだね。好きな仕事ですから。こっちは手編みって楽しい。あ、それは、編んでるんだね。これで編んでるんだ。あ？行ってからしまったと思った。毛糸の色が女の子っぽくない。あ、まだ始めたばかりなんです。アミは戻ってきて作りかけのセーターを恥ずかしそうに見せた。そう。男物作るの初めてだから何色にしようか随分迷っちゃった。本当は出来上がるまで内緒にしておくつもりだったんだけど。見なかったことにするよ、本当に。本当に。割と得意なんです、編み物。あ、その花綺麗だね。名前なんて言うのかな？話題を変えたい。富澤くん、この色好き？うん、好きっていうか、嫌い？いや、嫌いってわけじゃなく、まあ、いい色だよね。よかったー。あの、ちょっとそこに立ってもらえますか？ん？お願いすぐだから。あ？いいけど、言われるままに傭兵は立ち上がった。え？アミはいきなり抱きついて傭兵の体に腕を回した。あら。ちょっと待って、今日はそういうことは？ 95 センチ。え？アミは体を離した。手にはメジャーを持っている。よかった、正確な寸法が知りたかったの。次、袖だけいい？どうぞ。最初はペアルックのつもりだったけど、あら。ペアルック、二人のために世界はあるという思想を持つ男女が、着衣でそれをアピールしようという一種のデモンストレーション。最近はそういう活動家に対して冷たい姿勢を向ける傾向にあるが、二人のために世界はあるのだから、彼らの信念は揺るがない。なるほどな、ペアルックしてる人たちって、そういう思想のもとでやってたんだね。今度からそういう目で見なきゃ。三人の場合なんていうのかしら。え、ファミリールック的なあれかね。え？アミはもう一冊の本を見せた。可愛い赤ちゃんニットとある。赤ちゃん。全部揃ったら、親子ルックかな？さあ、完全にアミのペースだった。そう、そのためにはまず確かめないとさ。はい？ほら、これでパパッと調べちゃおうよ。傭兵は握りしめてしわくちゃになった紙袋から検査薬を取り出した。あ、買ったんですか。一応ね、やっぱり毛糸二人分で済むかもしれないし、いいよね。お、うまいこと言って。はい、じゃあ少し恥ずかしいけど。アミは検査薬を手にして説明書を読み始めた。使用法はまず棒状の検査薬の先端にあるキャップを外し、中の吸収体に尿をかける。そして再びキャップをして3分間待つという簡単なものだ。わかるかな？ええ、それじゃあちょっとすみません。アミはトイレに立った。よろしくお願いします。へえ。やったことないからドキドキだね、こんなの。最後の審判の時が近づいていた。傭兵は落ち着きなく膝を揺らしコツコツとテーブルを叩く。ふと小さな化粧台の鏡に自分の顔が映っているのに気づいた。困った顔も悪くないと思った。うぜえ。こんな時に。アミが出てきた。傭兵は思わず腰が浮く。ご苦労様。アミは検査薬をテーブルに置いた。妊娠してたらこの丸い穴のところに赤い色が浮かんできます。あと1分ぐらいかな。傭兵はごくりと唾を飲み込んだ。大きく息を吸い込み目を閉じる。
神様、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 神様。心の底から祈った。どうか色が変わりませんように。ほら！アミが検査薬を持ち上げ、傭兵の目の前へ差し出した。傭兵はカッと目を開く。ああ！のわー！その小さな穴は無情にも赤く染まっていた。色変わりました。やっぱりちゃんと私たちの赤ちゃんが、嬉しそうに言った。アミは検査薬を持って流しに行き、もう一度手を洗った。ああ。傭兵は固まったまま動かない。一応病院にも行ってきちんと見てもらいますね。必要なものや気をつけなきゃいけないこととか教えてもらわないと。傭兵はアミの笑顔を見てドキンとなった。どうかしました？うん？慌てて首を振る。一瞬、アミの顔が母親の顔に見えた。あら、まずい。これ以上母親の自覚が出ないうちに産むことを諦めてもらわなければ。アミちゃん。傭兵は立ち上がった。やっぱり毛糸3人分でよかったですね。え？お揃いのセーター。ああ、でも。赤ちゃんの方はまだまだ時間があるからゆっくり作ります。そう。飛び沢くん。え？ん？いろんなアレンジが聞けるなぁ、ちょっと。この曲のアレンジ入るときがなんか好きなんだよな。街。何？あ、アミはまた傭兵に抱きついてきた。今度はどこ測ってるのかな？会いたかった。え？ずっとずっと。あ、いや。アミはぎゅっと傭兵の胸に顔を押しつけてくる。聞こえる。え。富沢くんの鼓動。そう。私のも感じる？俺ちょっと不感症で、これ以上答えるわけにはいかない。傭兵はそっと体を離そうとした。あ、ところがアミはそれを奇声の意向だと思ったらしい。瞳を閉じ小さな顎を上げて待ってる。どうしよう。喉乾いちゃったな。え？傭兵はスルリと台所へ逃げた。水一杯もらうね。あらあら。大丈夫かな。顔を刺されるんじゃない？傭兵はコップの水を一気に飲み干した。ふう。いえ。傭兵、今言わなきゃダメだ。自分を嫉妬する傭兵の目の前によく切れそうな包丁や果物ナイフが並んでいる。こういう風に出しとく？包丁って。並べて出しとく。わあ、怖い怖い。傭兵はさっきの傭兵人形を思い出した。いいね、アミ。急いで刃物を戸棚へしまう。あ、ごめんなさい。コーヒーできてるのに出さなくて。あ、いいからそのまま俺が持ってくから座ってて。すいません。傭兵はソーサーに乗せたコーヒーカップを二つテーブルに運ぶ。改めてアミと向かい合った。アミちゃん話が戻るようだけど、あ、お砂糖取ってきますね。いい、俺が行く。傭兵はすぐに立ち上がりバタバタと台所からシュガーポットを取って戻った。シュガーポット、砂糖を入れておく壺、塩や砂を入れると合成できるぞ。え、その場合、甘いしょっぱい、ジャリジャリするといった。特殊能力も合成されるぞ。ガイバラのイベントなしでも入手可能。え？これあれだ、なんだっけ？何クエストだっけ？あれのアイテムかな。再び向かい合う。実はその非常に言いにくいことなんだけど、冷めないうちに飲んでみてください。コーヒーだけはちょっと無理していいのを買ってるんです。私はもう飲まない方がいいので香りだけにしておきますけど、ちょっとアミカルディで量り売りで買ってそうよね。くっ。傭兵はカップを掴むと一気にデザートすすり込んだ。あっち、大丈夫ですか？大丈夫だ大丈夫だよ。傭兵は改めて姿勢を正した。アミちゃん、はい。今回のことは全て俺が悪い。全くもって俺の不注意。ううん、昨日が待ち合わせだと勘違いしたのは私だし、今日遅れたことだって仕方はないことだもの。違う、そうじゃなくて、つまりその、2ヶ月前の僕の軽率な行動によって君を大変不安な目に遭わせてしまったわけだけれども。いえ、こうして今会えてるんだからもういいんです。目もなくすことぐらい誰にでもあるんだし。え？電話番号なら後で教えてもらえばいいんだもの。あ、今の方がいい？いや、そうじゃなくて。そうだ、クッキー焼いたんですけど食べます？いい、いらないから座ってて。どうしたんですか？変ですよ。落ち着いて冷静に聞いてほしいんだ。ええ、聞いてます。傭兵を大きく息を吸い込んでいった。言うか？頼む。お金は全額僕が何とかする。いい病院も探す。できるだけのことは何でもするから、どうかそのお腹の子は。え？
チャイムの音に傭兵はドキリと止まった。え、誰？誰かしらこんな時間に。アミも驚いているようだ。傭兵は反射的に身構えた。セールスの田中さんかな？え、なになに？はーい。アミは玄関に行って覗き穴から見た。え、え、お父さん？どうして急に？なんで？アミ、父さんだ。開けてくれ。どうしたん？父さん。アミは怯えた顔で戻ってきた。え、なんで？どうしよう、こんなとこお父さんに見られたら、あ、なんか硬いとか言ってたっけ。ヨヘは慌てて言った。え、でもさ、今日は別にやましいことしてないし。まずいよ、そりゃ。なんとかしなきゃ。なんとかしてよ、アミちゃん。なんとかして。富澤くん、仕方ありません。お父さんに今、全部正直に話しちゃいましょう。そんな。うちのお父さん、男の人との付き合いにすごく厳しいんです。変に隠したりすると怒って何するかわかりません。だったらますますやばい。アミどうした？アミちゃん、お父さんとはいずれまた。男の嘘。これを言うとき男はまたのことなど考えてもいない。いや、むしろまたもいずれもないつもりでいる。女性の皆さんご注意ください。そうだよ。決着。つけとかなきゃ。つけれるときに。今日は帰るから。で、でもどうやって？窓から帰る。え、でもここ2階です。大丈夫。いいから靴取ってきて、靴。いける？傭兵は窓を開け、下を見た。高い。はい、今開けます。アミは右往左往している。じゃあね、アミちゃん、さよなら。え、いける？危ない、富澤くん、やめて。大丈夫だよ。俺の先祖忍者だから。マジで？え、サルトビ、陽介。戦国時代の忍術家。真田幸村に仕え、大阪夏の陣に、真田重勇士の補欠として参加するが、大した働きもできず戦死。伝えられるところによると、敵側の悲鳴気味に言い寄ろうとして切られたという。本当に？サルトビ。え、でもバサラに出てた、サルトビサスケだっけ？あの人めっちゃ好きだった。ちょっとエッチだよね、あのキャラ。父、親父に見つかる方がよっぽど危ない。え、いける？傭兵は窓から身を乗り出すと手すりへぶら下がった。まるで、魔男だ。じゃあ早く閉めて。心配いらないから。富澤くん！いいから早く！は、はい！窓が閉まるのと同時に手が滑った。あー！いで、したたか尻を打った。く、いって、なんでこの俺が。傭兵は恨めしげに2階を見上げ、尻をさすりながら網のアパートを後にした。お、逃げられたか。まあ、電話番号教えてないもんな。玄関のドアを開けると女物のスニーカーと赤ん坊の靴が並んでいる。傭兵かい？奥から母親の声がした。そう。お帰りなさーい。母親とは違う女の声に傭兵の動きが止まった。馴染みのある声だった。まさか、傭兵は慌てて駆け上がった。なんで？声の主は思った通りだった。ユキ！お帰り、傭兵。どこ行ってたの？まったく毎日毎日遅くまで遊び歩いてんだから。なんかユキの BGM めっちゃトーマスの BGM に聞こえる。カズコか、ユーサクをあやしながら言った。どうしてここに？どうしてってユキちゃん、あんたが帰ってくるのを待ってたんじゃない？昨日会ったんでしょ？ユキちゃん来てるの知っててなんで早く帰ってこないの？傭兵はうろたえた目でユキを見る。な、い、行った。行った？声にささつに聞く。ん？どう？ん？ユキは口元に笑みを浮かべてすまし顔である。何いつまでもそんなとこ突っ立ってんのよ。こっち来て座んなさい。あ、ああ。傭兵はユキとカズコに向き合う形で腰を下ろした。傭兵、何よ。あんたどうしてユーサクちゃんのこと黙ってたの？あ、いや。もうびっくりしちゃったわよ。赤ちゃんがいるなんて。それはその、あんたどうする？どうするって。だから今いろいろと考えて。ゆきちゃんはもう一人前のお母さんなのよ。あんたも少しは見習いなさい。わかってるよ。だから俺だってこうなった以上父親として。バカね、誰があんたに父親になれって言ったのよ。え？ 10 年早いわよ、父親になろうなんて。ふらふら夜遊びばっかりしてないで早く大人になりなさいって言ってるの。なんだ。傭兵はほっと息を吐いてゆきを睨んだ。そんなに夜遊びしてるんですか？ゆきは笑いをこらえながら聞いた。ええー、もうしょっちゅう。ゆきちゃんがいなくなってから女の子から電話がひっきりなし。余計なこと言うなよ。でもゆきちゃん以外の女の子はうちには連れてこな、来たことなかったわね。よっぽどゆきちゃんに振られたのがショックだったみたい。いい加減なこと言えなってバーン。ほにゃーゆうさくが泣き出したよ、ほら。ほら、あんたが大きな声出すから。
はい、よしよし、ごめんね、バカなお兄ちゃんがいて。もうなかなか寝ようとしないんです。酔いっぱりにしちゃったもんだから。夜遅くまで起きていること、またはそういう人。あら、そうなの？よへ、ゆきちゃんたち今晩から泊まってもらうからね。泊まるって、ここへ？でもおばさん、やっぱりそんなわけには。いいのよ、遠慮しないで。もう少しこっちにいるんでしょ？そうなんですけど。だったらホテルなんてもったいないんじゃない？うちはお姉ちゃんの部屋が空いてるんだから泊まってけばいいの。大学生の姉はイギリスに1年間の留学中である。留学、アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア、中国、韓国などが主な留学先だが、最も近いところでは駅前がある。駅前留学。駅前留学って、どこに行くことを言うの？わかんない。それに、もうちょっと優作ちゃんと一緒にいたいしね。ただいま、父親の周平が帰ってきた。お帰りなさい。家族は優作を抱いたまま立ち上がった。お！のんびりと入ってきた周平は目を丸くした。お父さん覚えてる？片瀬ゆきさん。夜分にお邪魔してます。あ、前に何度か来てた。はい、ご無沙汰してました。いやー、ずいぶん大人になっちゃったね。そりゃそうですよ。見て、ゆきちゃんもうママなんですから。これは驚いたな、男の子。はい、優作って言います。そうかい、あの時の女の子がね。時間が経つのは早いわ。で、いつ結婚したの？いえ、それが正式にはまだ。和子が割って入った。お父さん先に着替えてください。せっかくゆきちゃんたち来てくれたんだからみんなで乾杯しましょうよ。ああ、そうね。周平は奥に去った。洋平はもうドキドキである。え？あ、寝た。かわいいね。あ、朝日、スーパードライ。普段無口な父は酒が入るとよく喋る。優作くんはもう歩くの？いえ、まだなんです。ちけえな。ハイハイ始めるの遅かったし、発育悪いのかなってちょっと心配してるんです。大丈夫よ。元気に動き回るし、捕まり立ちするんだもの。もうすぐよ、心配ないわ。でも言葉も遅くて、まだママも言ってないんです。こっちの言うことにうなずいたり、イヤイヤしたりするんだから問題ないわよ。焦らずに待つこと。はい。三人の子供を育てただけあって、和子の言葉には説得力がある。ところで、ゆきちゃんの旦那さんはどんな人なの？のんびりと周平が聞いた。あ！洋平はひやりと見る。まだ席入ってないですから、ちゃんとした旦那様とは言えないんですけど、何してる人？お父さん。和子がそれとなく確かめる。いいんです、おばさん。ゆきは悪びれもせずにっこりと笑って。実は優作の父親は、ゆきはちらりと洋平を見た。お願い、言わないで言わないで。洋平は目で哀願する。まだ学生なんです。あら、そうなの。そりゃ大変だ。じゃあ、ゆきちゃんが働いてるんだ。ええ、まあ。結婚には親御さんが反対してるの？いえ、私の親は賛成してくれてるんですけど。じゃあ、先方のご両親が。いえ、実は、彼のご両親にはまだ結婚の話をしてないんです。あらあら、それはことだな。二人は顔を見合わせた。ヨヘは嫌な汗をかく。ということは、相手のご両親は君に子供がいることも知らないんだ。いえ、それはもう、知りました。ええ、だったらそれでそのままってのはひどいな。いいんです。彼分かってくれてますから。しかし、困った旦那さんだね。お父さん、いいんです。本当にちょっと頼りない人だから。まだ学生じゃあね。ええ、解消のないのはまだいいんです。でも浮気症なのが困るんですよね。あら、そうなの？ちょっとモテると思って人の目を盗んじゃすぐ浮気するんです。それはけしからんな。昨日も女の子から呼び出しがあったみたいなんです。だから今日も多分誰かと会ってたんじゃないかなーって。ユキは辛いと洋平を見た。洋平の頬がピクピクと引きつる。なんだ、旦那さんも東京にいるの？ええ。東京のどこに？割とすぐ近くに。今度連れてきなさい。奥さんと坊やをほったらかして何してるんだってちょっと注意しないとダメだ。昔のボーイフレンドのうちに連れてくるわけにはいかないわよね。そうか、母。けどゆきちゃん、そういう男は甘やかしてちゃダメよ。学生だろうがなんだろうが父親なんだからあんたも働きなさいって、しっかりお尻叩いて頑張らせなきゃ。はい、そうします。よへ、お前今日はやけにおとなしいけど、ゆきちゃんの旦那さんって知ってるのか？え、いや知ってるっていうか知らなくもないっていうか、なんだそりゃ。俺は結構いいやつじゃないかって思うんだけど。どこが？まあなかなかのハンサムだし、成績もいいし、付き合いが広くて女の子には優しくてマメだよね。結婚するんだから女の子に豆なんかじゃなくていいのよバカね。和子が呆れたように言う。やっぱり亭主は誠実で生活力がある人じゃないとね。そうよね。
誠実、女の人にとっては浮気しない、嘘をつかないとほぼ同義、バレないように嘘をつき通すというのも含む女性もいる。あれね、浮気するなら私にバレないようにやってよ、うまくやってよ、バーンの人ね。生活力がある。女の人にとっては稼ぎが多い。ギャンブルなどの無駄遣いをしないとほぼ同義。最近は家事ができるを含むのも一般的になってきた。そうね、子供の面倒を見るとか、そういうのも今は大事そう。そうですね。傭兵、お前からもその旦那さんに言ってやれ。もっとしっかりしろって。よく言い聞かせておくよ。しかし大丈夫かな？ゆきちゃんと優作くんをうちなんかに引き止めて、後で旦那さんに怒られないかな？すいません、ずうずうしく長居して。やっぱり私、いやそうじゃない、うちでよければ好きなだけいてくれていいんだ、空いてる部屋もあることだし。ただ本当に旦那さんを一人にしていいのかなと思ったんでね。一人でいろいろ考えたいみたいなんです。そう、やっぱり若くして父親になるっていうことに戸惑いがあるんだと思います。それは仕方のないことです。それでも私は彼を信じてますから。うん、信じてる。よへん、あんたが明日学校休みって言ってたわよね。え、ああ創立記念日だったら、明日はゆきちゃんたち連れてどっか遊び行ってくれば、ゆうさくちゃんにおもちゃくらい買ってあげなさいよ。いえ、そんな、私たちならもう置いていただけるだけで。そうでもしないとこの子は余計なことにばっかりお金使うから。あ、そうだ、昨日の写真できてるの。写真？ああ。そういえば昨日喫茶店で無理やり写されたのだった。ゆきはバッグを取ってくると封筒を取り出し、写真をテーブルの上に広げた。あら、かわいい。よく撮れてるわ。あ、傭兵とも撮ったの。ええ。なんか似てるわね、二人。あ、この目元のあたりなんかそっくり。ねえ、お父さん。そういえば傭兵が赤ん坊の頃にもよく似てるの。そうね。こうして優作ちゃん抱いてるとなんか親子みたいよ。はっはっは、何言ってんだよ。傭兵は冷や汗でびっしょりだった。はっはは、じゃあそろそろ休んだ方がいいんじゃないかな。ほら、もう優作も眠ってるし。なんだか俺も疲れちゃったよ。じゃあおやすみ。余裕を逃げるように2階上がっていく。いいのか、ほっといて。てか収拾つかなくない、こんなの。わあ、3日目に続くよ。どうすればいいんだ。赤ちゃん殺すわけにもいかないし、下ろすのもどうかと思うし。